新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さすがですね。あれ、明けましておめでとうございます、あれ間違いらしいですね。明けるは始まりと終わりの両方の意味があるので、新年をつけるということでね、最近勉強させていただきました。恐れながら、はい、恐れない、遅れながらですね、所要時間35分ぐらいでございますが、一つ最後までよろしくお願いします。あの、すいません、そんなビデオ撮らんとってください。あの、映画の前でいつもこうやってやってますよね。あの、なんかそんな感じしてますよ、お父さん。もういいです、私はやめてください。はい、ちょっと今ね、錬金中でちょっと疲れが、声が今出ないですね。4、5日ぐらい働いてるんじゃないですかね。はい、給料変わりません。はい、今ね、ほんまや。中央桟橋今出港してまいりましたが、ここ実は海の玄関口になっておりまして、旧海軍の時は第一上陸員桟橋ということで、やっぱり今もね、その名残ですね。実はここずっと河原石方面8カ所くらいね、ございまして、ここの平べったいところ全部この平地は埋め立てです。 JR から下は実はね、海でございましたね。はい、それと大和ミュージアムと自衛隊の資料館が見えておりまして、この自衛隊の資料館、これ秋潮という、これ30年前の潜水艦です。今は実は形が全く違いますね。これ除籍なんて14、5年経ちますが、今の潜水艦実はこう断面にしますと、こうまん丸ではなくてステルス型のスタイルしています。要は音波の、ね、反射面を拡散するようにしてますね。それとあの前側、これ累滴型といいまして、水滴をこう横にしたような基本的な形ですが、今はこの台形を丸くした葉巻型というスタイルですね。それともうちょっと隠れていきますが、黄色い潜水艦から手前、桟橋の突端までを、これ大和波止場と申しまして、戦艦ごとの環境監視のこれ実寸台になってますね。まあぜひお越しください。1番砲と2番砲とタイルでマーキングしてね、大きさが分かるようになってますね。はい、ではここからは行きは左でございまして、 JMU 大和のふるさと、はい、ここがあの旧4号ドックといいまして、戦艦ごとの命名進水式を行った場所ですね。ちなみに完成した場所は当然違います。船体ができますと次の船作りますので、ここは命名と浸水だけですね。それとその手前側にはこの105という護衛艦、はい、これは村雨型といいまして、2000年代に近づきますとステルス型のスタイルを取り入れた護衛艦ですが、 151m、 これ今日見ていただく護衛艦第中小ですが、これが中で、右側の229、これが一番小になりまして 101m ですね。左が151、右が 101m で、右はもう30年前の護衛艦で、阿武隈型の阿武隈、実はあのタイプの護衛艦は 30SSM と言いまして、次はもうピラミッドのような形に変わっていきます。はい、で帰りに近づきまして、今度コンテナ船行きましょうか。世界最大級ですね。結構地味な色しているでしょう。実は8隻目までは黒色でした。ですが9隻目からはあの会社が変わりまして、8隻目まで日本郵船さんですが、三井さん、川崎さん、日本郵船さん、3社の、ね、これ合弁会社になりまして、このショッキングピンクですね。はい、ちなみにこれ、ね、長さどれぐらいかちょっと聞いてみましょうか。こちらの方聞いてみましょうか。あ、目をそらしましたね。油断してたらダメですよ。はい、ありがとうございました。はい、ちなみに奥方に、あ、お母さんに聞いてみましょうか。1年間何日です？365日。はい、めっちゃね、楽でしたね。はい、ということでこれ300ね、実は65メートルほどありました。はい、皆さん拍手をお願いいたします。はい、ごめんなさい、すぐいじりますからね。はい、横浜はこれ実は50メートルらしいです。まあ、私そんなないんじゃないかなっていつも思ってますけどね。水際からこれ優に60メートル以上ありました。たまにこれ今新造船作ってますね。左側が13隻目、この目の前が14隻目で、右奥にはこれが15隻目で、あの右奥の15隻目で終わりです。はい、実はあの3号ドックにつきまして508メーター長さがありまして、これコンテナ船ですけど、次はタンカーをね4隻作るって言ってましたけど、ちなみにこれは世界最大級で、最大のコンテナ船は愛媛県の今治、400メーター4隻作ってます。これ実は理由がありまして、今通ってきたところがフェリーボートのコール帯です。松山とか行く、あれ結構他の、 あの小さい島とか結んでおりまして、要は昔の船よりは150メーター出てます。でまだ100メーター出ます。要は支障になるのでということで制限かかっておりますが、まあ、これ実は世界でね一番優秀なコンテナ船、3年前禁止ですね。はい、ではあのこの船体は5等分、あとブリッジと煙突ということで7等分して作っていきますが、これがブロック建造方式ですね。特にこのブリッジとか煙突はこの塊のまま、これが兵庫県の相生工場ですね。今まだ年始でちょっと修行されてないような感じですので、正面にちょっと台船がありますが、また近づいてお話しさせていただきます。はい、後ろ側には、クレーンが4棟ほどありまして、ここが新宮工場といいます。800人ぐらい工員さんおられますね。はい、それと正面のクレーン事業所と合わせて2500人ぐらいおられますが、まあ、世界で一番忙しい造船所と今でも言われております。はい、結構儲かってるんですかね。ちなみにこのお値段は戦闘機より安いです。全然わかんないですね。はい、100億ちょっとって聞いてますね。
はい、ではこれ共に心臓線ですので一番こうグーッとね浮き上がっておりますが、実際は下のこれ剪定色って言いますね。ホワイトでしたら寒定色、この赤褐色、これが隠れるぐらいまでね沈んでいきますね。と特にあのスクリューも見えておりますので、こういう状態はね今しかございません。はい、ではここからね、右側見てまいりましょうかね。ちなみに息は左側でございます。特にあの今日船初めてと言われる方多いです。はい、特にあれ護衛艦とか潜水艦近くで見ていくの初めてっていう方多いです。よくねあの横須賀の軍港巡りとか佐世保行かれてる方とかねおられますが、船の場合はまず何といっても種類が多いです。ただイージス艦だけがおりません。これなんでかと言いますと、瀬戸内海という内海、この立地条件考えますと時間がかかります。ですからここプレは第4護衛隊軍所属のイージス艦、実は佐世保におりますね。これ横須賀の第1護衛隊軍も一緒です。横一部佐世保ですね。はい、ということで護衛艦につきましては100番台200番台先ほどからね105と229でしたね。はい、ということで184、これが最大の護衛艦出雲型ですね。はい、それと護衛艦につきましては防護艦艇といいます。はい、護衛艦などですね、水着のところが黒色です。これがね、見分けるポイントで、防護艦艇と補助艦艇に分かれますが、この赤褐色が補助艦艇ということで、輸送艦とか訓練支援艦、音響観測艦、敷設艦、潜水艦という中もろもろございますね。はい、ではここからグローブタイム回ってまいりまして、特に呉でしか見れない船が多いのが特徴でございます。はい、この3508につきましては、これ練習艦の貸し方といいまして、特に幹部に任官した人が初めて船乗ります。全然わかんないですね、名称、使い方、あと戦術運動したり射撃の訓練もろもろで、日本の大体周り3ヶ月ぐらいかけまして勉強します。ほとんど毎日試験ですね。特に幹部になりますと、実は海外に行きますと敬礼をこうやってピシッとしてくれます。まあ、これ国によって当然違いますけど、例えば私も最後ね岩国で定年になりましたけど、やっぱりマリンコのね人がピッとこうやって敬礼してくれます。結構気持ちがいいです。ですがなんぼ兵隊でこの年でねトップになっていては無視されます。ですが幹部になった瞬間、巻いた瞬間に交差されますね。ということで幹部自衛官専用、後ろ側には飛行甲板一段下がっておりまして、実はあそこには寄港地に行きまして儀礼式を行いますね。昼ランチョンしたり夕方は紅白幕張りましてレセプションをしまして、実は日本国練習艦隊、外務省の方はものすごく喜ばれます。来てパーティーすると心理効果抜群に上がりますね。ちなみにこの練習艦隊司令官になられる方は、実は海上自衛隊でもトップグループの方しかなれないと、実は重要な船です。かなりお礼状が来ます。何十分何百分、はい、で来られる方は、私に行った時にはパナマの大統領とか他の国で副大統領で海軍参謀長、まあ、海軍のトップですね、そのレベルが来られます。ハイエンドの、ね、方が来られますね。はい、非常に重要な船です。でこちら幹部専用で、正面の3500番台はこれ隊員さんですね。これ、島行き型といいまして第一練習隊、これ1980年代の護衛艦ですけれど、まあ、今はもう種別変更して3500番台練習艦ですね。それで左の国先は4001番でお話しさせていただきます。同型艦です。はい、ではこの3518番に、ね、ちょっと戻りましょう。この丸っこいのが、76ミリ炭素速射砲といいまして、これはオットメララ社という会社ですね。はい、その右側にはアスロックといいましてね、こうやって魚雷を発射していきますね。はい、飛翔していきます。上の写真ですね。それとブリッジの一番高いところには BS のアンテナみたいなのが前向いておりますが、主砲の射撃式装置、あれでずーっと照準します。はい、その右側には、白い縦長のドーム、これ右舷左舷ありまして、この下の写真ですね。これ近接防空火器システムといいまして、まあ、2センチの弾1分間に3000発発射しますね。これ実はほとんど自分の船、領艦、日本の先端を守るのが目的です。ですから長射程で相手をめちゃめちゃ攻撃するとかそういうのはございません。そこがまた海外と違うところです。ですからセルフディフェンスフォースって自衛隊っていうのはそこにありまして、専守防衛ですね、目的は。はい、ですが、攻撃用と、ね、防御用の兵器がありまして、一番破壊力があるのは煙突の中はほど斜めになった筒が4本、これ対艦ミサイルのハープーンといいまして、当然実はこの中練習艦ですけど実装されてます。で訓練等で発射しますと筒ごと撤去していきまして、今マックスですね、右と左4発ずつ。はい、その下には今度3連装の短魚雷の発射艦、ちょっとカバーしておりますけど、ここからは高圧ガスで、ね、魚雷発射するようになっておりますね。はい、それと後ろ側につきましては、はい、これ背後からパネルが4面4面見えておりました。これシースパローと言いますね。これも実は防御用です。対飛行機対ミサイル用です。で今どっかのね韓国でめっちゃ揉めてますね。はい、もう日本に謝れまで言ってますね。実はマストのとこには水上レーダーと対空レーダーが別々にあって、船とか行き合い線がどこにあるかもう全部知ってます。それ以上にこのミサイルっていうのは勝手に飛んでいきません。誘導電波ズーッとこうやって照射していきます。
その反射面に向かってこれ飛んでいきます。それをずっとぶつけてたのが、あの格納庫の上、あの雪見大福みたいな一番大きいあの中にあの照射する FC レーダーというのが、はい、それをずっとビーム当ててたということで揉めてると。で日本もその P1 って実は最新式です。 P3C でも実はアメリカ、あのイギリスって言う人も韓国とあの日本の実はレベル違います。これアップデートが結構違うんですけど、日本の方が進んでます。それの改良機にずっと照射したということで 0.00 何秒でピュッと出しただけで実は分かります、どの方向、何、どのレーダーと。ですから日本はね、そこまで、あの、ちなみにネット載せないですよね。言うてますけど、はい、はい、このメガネ結構あれですね、なんかヤンキー風ですけど大丈夫ですかね。いや、死ぬまでロックンロールとか違います。びっくりしますね。外今鳥が見えてますけど、この鳥結構賢いんです。整列ができるんです。ちょうど整列してるでしょ、見えない。はい、これ実はそこの大戦とか適当にあの羽休めてる時で結構いい加減です。今日ちょっと少ないですね。ずらーっとね、まっすぐ並んでます。ここの鳥結構賢いです。それとここの下にはチーノってクロダイがおりまして、結構でかいです。 40〜50cm あります。塩焼きしたらめっちゃ美味しいんですけど、漢字が読めるんです。金魚釣り禁止、あの中央桟橋にも書いてます。ですからね、またここの柿はねすごいんです。岩柿食べてます。柿食べて広島だけにということで、まあ、これ農柿ではねございませんけど、本当ね結構ええもん食べてます。あ、誰か手振ってくれてます。あ、ありがとうございます。はい、左ボブレー。はい、すいませんね、勤務中にもかかわらず。はい、ありがとうございます。なんかあの左側の緑の人めっちゃ困ってますね。手伝いましょうか。大丈夫です、頑張れ。はい、ということで、これはあの斜め限定と言いまして、あのタラップですね、船の乗降をするとき の階段ですね。それとこの大隅型の輸送艦、そこちょっと通り過ぎましたけど、切り欠き、あそこから車両を搭載しまして、艦内の中部は大体戦車とか航空自衛隊のパトリオット、前側に行きますとエレベーターがありまして、中部全部が車両、後ろがこれヘリコプターがね、発着艦できるようになっておりますね。はい、ちなみに SH の 60J、こういうヘリコプター。これ、潜水艦捜索用ですけど、大体人輸送とかね、よく行いますね。はい、特にあの米軍と共同訓練するときには当然飛んできます、オスプレイ。はい、これ実は非常に性能がいいです、本当は。はい、ただまあ不安定で、ね、事故が多いってマスコミ言ってますけど、その潜入艦ではなくて、ヘリコプターよりも 3、4倍長い時間、大量のものを3、4時間長い時間、実は、飛行機並みのスピードで運搬できます。まあ、これにかなうも実は、ね、ないですね。はい、それとこの大隅型の輸送艦、最大の特徴はやっぱりこの後ろの扉ですね。こういうエアクッション艇が2台入ります。実は海上自衛隊、この大隅、下北、国崎、3隻しかおりませんが、全てグレが軽流母艦で、2艇ずつ入ります。全部で6艇、軽流整備場所がグレということで、実は災害の時忙しいです。西日本豪雨災害、3.11、はい、ジブチというかジモール、国際航空も来ておりますね。ちなみにこれ50トンの荷物搭載できました。食料、水、薬品、直角でしたら3メーター、実は桟橋も防波堤も上がっていきます。要は災害時の時頼もしいです、この大隅型ですね。はい、ということで、はい、今度は総海ボタンにつきまして、これちょっとね、帰りをお話しさせていただきたいと思います。はい、災害時の時大隅の話もしましたが、最大の護衛艦、加賀がね、目の前に見えておりまして、実はこの船は多用途運用護衛艦といいます。ヘリコプター14機搭載しますね。特に何を言いたいかと言いますと、災害があった時には後ろの窓ですね、あれ航空管制塔です。もう私後輩もおりますけど、あの下が医務室です、病院設備。要は自分が被害者になった時助けてほしいですね。助けてくれ。このヘリコプターで14機捜索します。でピックアップしたり、そのままホイストしますね。カバーに着艦いたします。でこのドア、カーゴドアを開けますと、ドア2ドアで2、3分以内に手術台と、そういう作りになってます。でちょうど11時方向に自衛隊病院がありまして、防衛科大学ご出身の方ですから、機動力を生かしましては、もう医療品とかバンバン共有しますね。ということで結構頼もしい護衛艦なんですけれど、まあ、多用途運用護衛艦と言いますね。あとこの船、実は攻撃用の兵器一切ございません。防御用です。ですから先ほどの105とか、今から見ていくさざ波、比較的新しい護衛艦が必ず警護されます。面白いですね、護衛される護衛艦です。はい、ということで、イーズモトカガにつきましては、左側がシーラム、これが11セル丸いのがありまして、ミサイル飛んできたらまずそちらをもう最低限の近距離でしか防御できません。これちょっと長距離、中距離、短距離でありますけど、短距離ですね。でそれで打ち漏らしたものは右側、これシウスタイプ3、左側がラムミサイル、右側はシウス、2センチの弾は3000発ということで、2段防御になっております。これが前部側と後部側のこの実は4機しかね、ございません。メインはヘリコプターの運用ですけれど、まあ、航空自衛隊の次期主力戦闘機、
ライトニング2、これ ABC でありますが、B 型がだいたい6機から8機ぐらいね、搭載できると言われているのがまさにこのんですね。はい、そとこれと十和田につきましては、これ昨日の今頃入荷してきたですね。お正月はこの船洋上でした。はい、ということで昨日やっと帰ってこられたのが補給艦の十和田。実は加賀も補給艦の任務ができます。船舶用航空機用の燃料、水、はい、あと食料もそうですね。それと邦人輸送、避難臭い時の日本人の救出に行けるのが加賀。ちなみに11万6千馬力と言いまして、結構実は船体がでかいので、高出力ですけど、エンジンの性能は実は2m×6m の容積で、2機を1対にしておりまして、その2つの、ね、駆動になっております。2軸でですから、1つのエンジンがここからこれくらいですかね、が 2m の幅、ものすごく軽量コンパクトの超高出力エンジンを搭載しているのが加賀です。はい、十和田はこれディーゼルエンジンですね。十和田は今からぐるーっと左側回ってまいりまして、お話しさせていただきますが、この黒いホースが打艦、ここから燃料の給油とかね、行う、ちょっとね、補給専用のものですね。ですが、これ、十和田型は、海上自衛隊で6隻、一番古いです。もう35年ぐらい経っておりまして、まあ、だいぶ元取ってますね。ですが、この十和田型っていうのは、これ、湖から名前取ってます。で、加賀につきましては、旧国名、伊勢、日向、出雲、加賀。はい、ではぐるっとね、回ってまいります。ここちょうどね、美味しいポイントです。次、今からぐるっと回ってきましたら、比較的アップ、はい、全体的な写真はね、ぜひここでお撮りください。ということで、加賀が 250m の長さ、手前側のこの補給艦がだいたい 180m くらいの長さになりますね。はい、では潜水艦もね、あ、煙が結構出てますね。今から潜水艦のね、進んでまいります。ちなみにもう勤務ね、年末年始も余韻ございません。今朝ほども出航してきました。中には水中でお正月を迎える潜水艦もございます。はい、ということで、実はリアルなのが潜水艦ですね。はい、では今日潜水艦初めて見られるという方多いです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、見てまいりましょう。けど煙の出方結構いやらしいですね。ご飯が炊き上がったという感じではないですね。これ実はディーゼルエンジンです。はい、バッテリー充電中です。このディーゼルっていうのは駆動用ではございません。これ通常動力型っていいまして、全部モーターですね。要はディーゼルなんか回した瞬間に、私ここです、見つけてくださいっていうようなもんです。実はこれ海の忍者って言われてまして、この中出勤しますと実は運動靴です。履き替えます。で、下は絨毯引いてまして、音を立てると非常に厄介ですね。特に煙が出てる後ろの舵がこう45度傾いていく姿になってる、この双流型というのは船全部がスピーカーの役割。誰か電話です。はい。これ実は海上自衛隊、夜も昼も関係なくアラーム鳴らして訓練する時の、ま、音と全く一緒ですよね。カンカンカンね。つい私でもね、こう昔の癖が出ますね。あ、どこで何があるんかなってね、こう聞き耳立てますね。はい、ではちょっとね、正面進んでまいりましょう。はい、ちょうどこの正面の桟橋がアルファ桟橋、この京泉堀では一番南側ですね。はい、ではもうちょっと前進んでからぐるーっと回ってまいります。その時に潜水艦のお話でもう一度させていただきます。はい、それと一つ言うとこなきゃいけないのは、左側の方はお疲れ様でございました。はい、右側の方もお待たせいたしました。これから世界がね、右側でございます。特にまだ席が空いてますので、ご移動ください。はい、特に後ろはね、右左へ移動できますので、ぜひね。はい、では今からぐるーっと回ってまいります。ですが、こういうお正月もいいですね。去年はめっちゃ寒かったですけどね、ほんと。はい、これは敷設化のものとといいまして、海底ケーブル敷設要求しますが、まあ、非常に特殊な船ですね。ちなみに任務は私もお話しできません。この船の乗員でも実は立ち入り禁止ということで、入れる場所決まっています。はい、武器はね、一切ございません。はい、はい、では潜水艦見てまいりましょう。はい、ということで、この双流型、煙が出てる潜水艦、結構フラットですね。この艶消しのものは実はゴムを張っておりまして、いろんな言い方ありますが、音波吸収剤ですね。防音、吸音タイルとかね、いろんな今言い方がありますね。長さがこれ84m です。84m で、浮上してるのは1m80 ぐらいですか。5分の1ぐらいですね。下は8メーターぐらい潜っておりまして、ビルで言いますと3階建てぐらいの高さになります。で、60人ぐらい乗っておられますね。ちなみに今日関西からお越しの方はおられます？はい。兵庫、神戸、どちらです？京都、あ、舞鶴は実は潜水艦がいないですね。はい、舞鶴はちょっと話がね、ちょっと大きく置いておきましょう。ちなみにこれ全部神戸で作ってます、兵庫県。
で特にあのポートタワーのところの周遊船で三菱さんの和田岬のところがちょっと見えますね。要はメンテナンスに必ず入っております。はい、ということで海上自衛隊19隻のうち実は12隻までが潜水艦が来れということで、1台潜水艦のメッカですね。はい、ということで総流型と親潮型、こちら2メーター短いですね。特にピカーッと光っておりますが、ブリッジと船の底には音波吸収剤、同じように、ね、ゴムを貼っております。はい、ということで通常動力型で親潮型が2800トン、向こう側が2900トン、日本が2900トンの潜水艦を作ると韓国は3000トン作りますね。で海上自衛隊が197メーターの護衛艦を作ると韓国は200メーター作るんですね。この意味は全くございません。はい、ちなみに200メーターを超えると24時間前に狭い海峡を通行する電話します。番長巨大潜水通過、これで必ず報告しますね。要は高度がバレるということです。で加賀につきましては248メーター先ほどの184、これなんでかと言いますと250メーター超えると瀬戸内海を航行するときは前に警戒線つけます。大きなトレーラー通るときに緑の黄色回転灯を回して先導車がつきますね。あれと一緒です。それつけなくていいということで切ってますね。三重でも何でもございません。はい、では一隻だけね、この潜水艦専用の桟橋ですけど入港しているのがこれ潜水艦救難艦、誰か手振ってください。あ、右棒振れ。はい、ありがとうございます。はい、新年明けましておめでとうございますね。右の方めっちゃ周り右にしてます。多分メールですかね。はい、はい、ありがとうございます。あちらの方はなかなかね、さすができる男が違う。はい、この真ん中がズボーッと抜けてまして、右側ですね、これ深海救難艇を搭載しておりまして、まあ、潜水艦がアクチュアルで浮上できなくなった時の今足にかかってましたね。はい、もうその話ええわ。すぐにいじってしまいますのでね。はい、深海救難艇がね、下ろして左側にずらして下ろしていくようになってます。ですから上にこの滑車が突き上がっておりまして、横須賀の千代田プレの2隻、千早と2隻ですね。ちなみに多分ここの艦長さん2時間待機ですので、お正月は感謝で1人落とすんです。夜中もね、何も全然関係ございません。ちなみに自衛官は24時間勤務です、常に。はい、ですから例えば残業手当とか一切ございません。いつ出ても文句言えないのが海上自衛官、これ自衛官全てですね。はい、ということでこれ2000年の建造でございます。それと一番とっさきですね、潜水艦総流型がおったんですけど、今日ちょっと出てしまいました。はい、もうね、やられましたね。はい、ではこちらかもね、こちらからもぜひ写真を撮りなっていただきたいと思います。総流型は親潮型ね、後ろから見ますと実は形が全然違います。総流型は平べったいです。親潮型はこうひょーっとね、三角に上がってますね。はい、ということでここからもね、ちょっと望遠でね、引っ張っていただきたいと思います。はい、どうぞ。おー、はい、ここから見たらね、違いがよくわかりますね。実はそこにおったんです、目の前、さっきまでこうトスしたら届くぐらい、こういう話じゃなかったんですよね。さすが任務。はい、それとこの丸っこいのはこれ防舷物といいまして、防舷体幹、はい、これ実は5メーター以上の長さあります。垂直に入ってますね。特に潜水艦って水際から潜っていきます、もっと膨らみます。だいたい横幅が9メーターちょっと、はい、高さはこれ10メーターほどありますね。ということでちょっと横幅がね、潜っていくと広いですね。はい、それと対岸には今度ね、白い建物、この真ん中のところには第一潜水隊群の司令部で、その奥側には潜水艦教育訓練隊ということで、実は潜水艦のに全部くれてね、教育されております。特に艦長さんになられますと、潜水艦指揮課程でありまして、年1コースで3、4人くらいしかね、入られないですね。ちなみに海上自衛隊19隻のうち12隻がくれということで、去年の今頃は実は9隻ぐらい帰っておりました。まあ、今日はちょっとね、控えめですね。実は、海上保安大学は実はそこ赤と白のプレーの左側、それと対岸の大きな山、あれ古高山といいますけど、なんで左下には、幹部候補生学校、これ実は世界三大海軍兵学校の、ね、うちの一つですね。はい、日本、アメリカ、イギリスでありますけど、その海のメインのね、学び屋の第一巡回学校と幹部候補生学校、2つございますね。はい、では今度右側戻りましょう。はい、このさざ波は先ほどの105村雨型を発展改良いたしました高波型といいます。よーく見ますとこの全部こう傾斜をつけておりますね。これ形状制御といいます。はい、ステルス型のスタイルをね、取り付けているのが特徴ということで、ですが今の護衛艦は実は正面のようなマスト、こういうのをステルスマストといいます。この後のタイプから、秋月型、朝日型、こういうね、パイプ状態はございません。全体的にはステルスになっております。まあ、これ予算のね、関係もあるんでしょう。はい、ということで151メーターの汎用護衛艦ですね。
はい、正面の加賀につきましては9国目というお話しさせていただきましたが、同じ護衛艦でも汎用護衛艦は雪とか雨とか波とか風、はい、ただ今はあの秋月型の月型から朝日型って作ってますね。多分これ新聞社できたと思うんです。次は読売か産経か護衛艦赤旗とかやったらひっくり返せますね。まあめっちゃ喜ぶでしょうね。一面にボーンと出るでしょうね。あのネット載せないようにお願いします。ハローワーク行っても仕事ありませんのでよろしくお願いします。もう今結構瀬戸際ですのでね、私。はい、それと海切りはこれ地方隊の護衛艦で、比較的古くて土佐湾沖とか警備海面、さざ波は護衛隊群ですので、ソマリオ沖の海賊対処とか結構遠洋に出ていきます。はい、地方隊と護衛隊群で分かりますね。はい、それとちょうどフェリーが通ったんですかね。ちょっとうねりがございますがね、大した揺れではございません。はい、それと補給艦のメインはやっぱりこの黒いホースです。ちなみに、航空機用の燃料というのはどういうのかご存知でしょうか。はい、これ自衛…あ、ご存知です、どうぞ。燃料ロックンロール、カルツンだけ、はい、灯油を水分抜いたやつ。あ、さすが、皆さん拍手お願いします。はい、それを何て言います。ケロチン、ケロチン、灯油、灯油、わかりました。はい、これ実はあの専門用語ですけど JP5。 はい、まあ、あの都市ガスなんかでもいろいろ種類ありますけどね。けどこれなかなか原因じゃなかったです。自衛隊の違う、全然関係なかった。卸し会社それも関係ない。喋、はい、ると大変ですよ、次から突っ込まれますからね、はい、ということで実は JP5 ほとんど灯油です。はい、皆さん正解ね、拍手お願いします。はい、ということで博学ですね、ロックンロール。はい、これは船舶用の燃料もそうですね、これ軽油です。あと水とかもここから給油いたしまして、何年前とね、中部にあるかって言いますと、船 の, あの燃料の組あの入れるところがちょっと船によってタイプによってね、だいたい中部から後ろ側にあります。それをうまいこと使い分けておりますね。はい、ということで35年ほど経っておりますが、非常に綺麗なね、船体保っておりますね。まあ、ちなみにあの入港しますと整備作業、必ずあの錆落としをあっちこっちでされてます。で、次の出港までにずっと合わせてね、いろんなとこ整備しておりますね。ちなみにお風呂とかあのおトイレも全部海水です。流すのは水は超貴重品です。潜水艦になります、実は空気も水も有限です。はい、で潜水艦になります、実は浴槽も洗濯機もございません。持っていくのはほとんど下着ばっかりです。はい、ですが護衛艦になりますは全部ね、大体海水風呂ですので、まあ、この時期は僕はものすごく好きです。実は使ってポカポカねしますよね。外に裸におっても1時間以上おっても平気です。芯から温まります。特にちょっと失礼かもしれないですけど、水虫とかアトピーは改善します。塩素の効果で、これは冗談なしに私の後輩はあのアトピー治ってると思います。まあ、あの人によって、ね、違いますけど、一概には言えないんですが、まあ、海水ってそういう効果が、ね、ございますね。あ、今かかりましたね、配食用意カレーライスですね。あ、ちゃうか、今日何曜日ですかね。今日も金曜日ね、金曜日カレーライスですみんな。ちなみに今日お昼カレー決定の人がおられます。はい、かかれ、あ、ちゃうか。はい、こっちちょっと行きましょうか。船長ちょっと右お願いします。怒られるわ。はい、ということで加賀に着きました。大体400人ぐらいね乗っておられますけど、まあ多分600人ぐらい作るんでしょうね。まあ一人一人がね、一人前では限りません。カレーの時に実は予算をずっと貯めてて、ドーンとやっぱ出します。で、一番いい時はやっぱ和牛肉ですね。はい、あとシーフードとかもありますけれど、やっぱりあのレシピは基本的に決まってますが、転勤するたびその都度やっぱり料理は変えてます。はい、まあ同じもの食べると飽きますのでね。まあほとんどやっぱり楽しみは食事です。はい、あとちょっと上司の悪いです。まあそれは怒られるか、それもそうですよ。はい、はい、ではここからですね、艦船巡り、このちょうど前のコンテナ船行くまでの間ですが、ちょっとここ聞いておきたいなっていうのがございましたら承りたいと思います。なんかご質問ございませんか。はい、コーヒー飲みたいとかおトイレ行きたい以外大丈夫です。あれのエンジンはガスタービンですか。ガスタービンが多いですね。輸送艦とかになりますと大体はあのディーゼルです。今はあのスチームロコモーションないですね。昔はあの蒸気タービンがありました。蒸気はめちゃめちゃいいです。もう水使いたい放題です。そう、はい、ですがこれはもう毎日洗濯できられなくて全部号令です。で、まんま水の量が少ないと当然ありません。で、シャワーもあの水使いますけれど、もう上がりの時だけですね。ということで水は実は貴重品で、ろ過装置ございますけど、1トンあたり何千円もかかります。ですからやっぱそこはね予算で動いておりますので、はい、特にございませんでしたらこの色、無配色と言います。灰色、これは白とかあの黒も一緒です。無配色と言いますね。洋上で一番目立たないです。
特に水平線に溶け込む色ということで、まあ、旧海軍よりは若干明るいですけれど、採用しておりますね。それと実は洋上に行きますと20キロ30キロ離れますと、あの3518番、もう20キロ離れますと実は水平線に船体でも隠れてます。特に上部構造物を捨てる姿のスタイルしているのは、まあ、そういうところに、ね、特徴ございますね。それと洋上に出ますとこの日本の周りの冬の時期実はうねります。すっごいです。風もあの10何メーターとか20何メーターで、うねりがある時にはあの4センチ番ですね、あの監視があって実は海水に突っ込みます。海水をこうやってすくい上げます、洋上にドバーンと。その時は腹がこうやって見えます。あの本当にきついです、冗談でも。で5時になりましたから、さあすいません帰りますというわけにいきませんね。ずっと出たままです。で一番長い時私209日海外出たことございますが、まあ1日勤務ですということで、実は耐久がものすごくたまりますね。有給使わなくても耐久だけでも十分終わります、はい、ということでいつかね戻してくれんかなと思うんですけど、他に給料に反映してくれたら非常にいいんですけどね。ちなみにあのブラック企業ではございません。あのグレーゾーンでございますね。はい、ではあのお客様の印象に残るナンバーワン、ここちょっと見上げるシーンね、ぜひお取りください、はい。この船は右翼のドックから引き出されてまだ40日か50日ぐらいですね、1ヶ月も経ってないです。ですがこの正面の船13隻目はもう今月引き渡しです、はい、ということで間もなく完成ですね。ですが燃料が入っている関係で2メーターほど汽水が、ね、沈んでおります。はい、はい、このワンテあの名称につきましては、この会社の社長さんがね犬が好きだったというわけではございませんね。これはオーシャンネットワークエクスプレス、ね、1ヶ月前に私も勉強しましたね。はい、ということで全部ワンなんとかってね名前付けておりますが、さすがにワンピースってパクれなかったみたいですね。はい、ということでぐるっとね今から右回ってまいりましょう。はい、特にこの今しか見れないのがこのバルバスバウ、このコブです。これは実は日本の帝国海軍昇格型の航空母艦が一番初めに取り付けておりまして、まあ、骨がこう航行する時の表面張力の軽減を図っております。なんでパテント押さえんかったんですかね。で昇格型から発展して旋回アームドにね付けておりますね。ですがこの船は非常に、まあ、世界で一番優秀なコンテナ船というのは、こう船体の優美なスタイルもありますけど、水切りの形が非常にいいです。特に中心までテーパー切ってますね。これだけ切ると実は物量が減ります。ですが日本の周りでさっきうねりが多いというお話させていただきましたが、実は難所でもありまして、昔はコンテナ船とか結構難破しておりました。それは実はちょうど5分の1のここら辺ぐらいです。1平米あたり実は300トン以上の力が加わります。うねりにぶつかります、亀裂が入ってちぎれます。で船首がどっか行ったまま船がもう断面だけで浮遊してたという実は結構ありまして、ですから中央までねテーパー切って水切れない形しておりますね。それと非常に燃費がいいです、この船。コンピューターとエンジンということで物流コストが下がるのがねこの船が特徴ということで、8隻目以降9隻目以降全部追加物のね、検査でございます。はい、それとスクリューが見えておりまして、この釜型になっておりますね。ちょっとバナナのような形、昔の扇風機はねグローバルな形しておりましたが、ヒューと伸びてるのは実はこれハイスキュードプロペラと言いまして、羽根系が小さいけど力が強いのがこのタイプの特徴で、実は護衛艦も潜水艦も全く一緒です。ただ潜水艦はもっと長いです。ただ形も表面処理も全部トップシークレットですので、特に一番初めに取り付けたのがあの秋潮です。ですがその一つ前の年に除籍になった潜水艦のペラを付け替えてます。ですから船体の割にはちょっと小さいのを付けてますね。はい、ということで、今の潜水艦の作りはこんなになってます、はい。まあ、これなんてかと言いますと、水中で回しますと勝手に泡がつきます。シャッ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 、これでどこの国か商船か軍艦か全部推測に効いてます。ですから雑音を出しちゃいけないというのはそこにありますね。ちなみに猫はここ歩きながら天井裏のゴキブリの足音が聞こえます。潜水艦はそのレベルではございません。まあ、当然腕ということですね。はい、では山津作りました旧4号ドックとね、護衛艦、そしてちょうど水際のところ現在真横ですね、 JMU4 ドック、あそこにも艦ドックで練習艦が1隻入っておりますので、ぜひあそこの陸橋のところ四季風前で、お越しください。大和の日も合わせてね3点セットでいろいろ見れます。まあ、ちょうど中央3番入ったらね、20分ほどでちょうど今バスで止まってますが、あそこ四季風前というバス停でございます。はい、では完成巡りで、ね、最後になりまして、ちなみに去年年末ジャンボ買われました、買われました。去年の今頃は私の先輩が、あの私こういうことで申し訳ないんですが、合格当選者が出てめっちゃ喜んでました。一言やないなと思いますね。私もプチと見に買いました。ちなみにこの間そこの夢タウンの東側の入り口ルトで2億円出てます。まあどっかのねゴーンさんに比べたら大した金額じゃないかもしれませんが、まあ小銭でございますけど2億円ですね。ちなみに最後お一人だけ聞いてみましょうか。これ会場自体の施設がね結構ございますけど、こういうのなんて言います、
油断してたらダメですよ。空き地。空き地じゃない。あ、大きな声で。はい、ありがとうございます。ということで、基地だらけでございますね。まあ、買うのにはちょうどいいかもしれませんね。噛んでるわ。朝ごはん食べるときって噛まへんのに、マイク持つとめちゃめちゃ噛むし。ということで、基地だらけでございます。で、お後でね、よろしくなりましたので、皆様のますますのご検討、ご加藤ね。もう噛んでるわ。これまた3回しますからね。はい。ご多幸を記念いたしまして、感染巡り終了させていただきたいと思います。最後までご清聴いただきまして、ありがとうございました。お客様に対して良き旅をということで掲げております。これ、フランス語が語源です。フランスはボンボヤジュですね。はい、では、お忘れ物ございません。よろしくお願いします。はい、あと置いといてください。